本日は10月の21日から23日まで秋田ふるさと村で開催します全国発酵食品サミット in 横手について説明します。本イベントは平成20年度に本市で第1回を開催して以来全国各地で開催しており、今回14年ぶりで本市の開催となります。イベントでは全国や本市の発酵食品を展示販売する全国発酵マルシェ、横手発酵マルシェ、全国の燻製商品を展示販売するいぶりエキスポ、山内杜氏100周年イベントのほか、各種ステージイベントを予定しております。全国発酵マルシェでは、北は北海道の伊豆市や魚醤、南は沖縄県の泡盛ゼリーや空酢味噌をはじめ、全国の発酵食品が横手に集まります。その他、全国各地の味噌や漬物、甘酒、塩麹が出店する予定となってございます。横手発酵マルシェでは、皆様おなじみの、甘みが特徴の横手味噌のほか、ディフェンシン味噌を使ったチーズケーキ、横手市内の酒蔵で作られたお酒の販売も予定してございます。また発酵に関わる書籍販売も予定してございます。いぶりエキスポでは全国の燻製食品が集まり、いぶし小屋の再現もし、いぶし体験やナッツやハム、ソーセージ、変わり種商品では学校ナッツの販売も予定してございます。その他ディフェンシン味噌を使った味噌ラーメンや、ハタハタやマダラで作った味噌の、お魚味噌ラーメン、発酵弁当などの飲食ブースも、準備してございます。覗いてみよう発酵の世界では、発酵のメカニズムや、機能性を楽しく学び体験するコーナーでございます。その他に花曲がり展も開催予定です。世界には花が曲がるほど臭い発酵食品が存在します。ブラックボックスの中に何が入っているのか、多くの臭いものを準備してお待ちしております。ぜひお楽しみください。美味しいだけではなく、さまざまな健康機能が、注目されている発酵食品を、食べて買って、学んで楽しめる3日間となっておりますので、皆さんぜひお越しください。以上、発酵食品サミット in 横手からのお知らせといたします。